JR と私鉄、所要時間の差は。以前、JR と大手私鉄のほぼ同区間を対象に運賃を比較した動画を公開しました。思いのほか反響が大きく、コメントを多数いただきました。中でも JR 東海に関する編集ミスへの指摘を多数いただきました。注意不足からご心配をおかけし申し訳ありません。 JR 東海は消滅しておらず、私自身嫌悪もしておりません。その他のコメントとして、運賃だけではなく所要時間や運行頻度も比較してはどうかとのご意見をいただきました。そこで JR 大手私鉄のほぼ同区間対決で所要時間の差はどの程度あるのでしょうか。大手私鉄1社につき1区間を採用、前回から区間の見直しも行いました。自社路線1社のみで完結する区間を条件としました。ただし JR は一体とみなし、 JR の会社またぎは OK としました。所要時間は乗り換えに伴う待ち時間も含めています。 JR 私鉄所要時間差ランキング、まずは JR の方が早い区間のランキングです。同率9位、品川横浜間対応する私鉄は京急です。京急品川駅から横浜駅までの区間で比較します。 JR 側の運賃は300円、私鉄側は310円です。 JR 側の所要時間は16分、私鉄側は17分です。差は1分となります。同率9位、中野西船橋間対応する私鉄は東京メトロです。東京メトロ中野から西船橋駅までの区間で比較します。 JR 側の運賃は570円、私鉄側は320円です。 JR 側の所要時間は44分、私鉄側は45分です。差は1分となります。同率7位、渋谷横浜間対応する私鉄は東急です。東急渋谷から横浜駅までの区間で比較します。 JR 側の運賃は400円、私鉄側は280円です。 JR 側の所要時間は25分、私鉄側は27分です。差は2分となります。7位、博多大牟田間対応する私鉄は西鉄です。西鉄福岡駅から大牟田駅までの区間で比較します。 JR 側の運賃は1310円、私鉄側は1040円です。 JR 側の所要時間は62分、私鉄側は64分です。差は2分となります。6位、大阪三宮間対応する私鉄は阪急です。阪急大阪梅田から神戸三宮駅までの区間で比較します。 JR 側の運賃は410円、私鉄側は320円です。 JR 側の所要時間は21分、私鉄側は27分です。差は6分となります。5位、新宿高尾間対応する私鉄は京王です。京王新宿から高尾駅までの区間で比較します。 JR 側の運賃は570円、私鉄側は370円です。 JR 側の所要時間は41分、私鉄側は50分です。差は9分となります。4位、新宿拝島間対応する私鉄は西武です。西武新宿から拝島駅までの区間で比較します。 JR 側の運賃は480円、私鉄側は440円です。 JR 側の所要時間は35分、私鉄側は48分です。差は13分となります。3位、山科石山間対応する私鉄は京阪です。京阪山科から京阪石山駅までの区間で比較します。 JR 側の運賃は200円、私鉄側は330円です。 JR 側の所要時間は9分、私鉄側は29分です。差は20分となります。2位、 JR 難波駅名古屋間対応する私鉄は近鉄です。近鉄大阪難波から近鉄名古屋駅までの区間で比較します。 JR 側の運賃は6270円、私鉄側は4340円です。 JR 側の所要時間は約3分、私鉄側は約39分です。差は36分となります。1位、大阪
姫路間、対応する私鉄は単身です。阪神大阪梅田から山陽姫路駅までの区間で比較します。 JR 側の運賃は1520円、私鉄側は1300円です。 JR 側の所要時間は62分、私鉄側は99分です。差は37分となります。 JR と大手私鉄ほぼ同区間、所要時間ランキング、次は私鉄の方が早く到着する区間です。6位、名古屋、豊橋間、対応する私鉄は、名鉄です。名鉄名古屋から豊橋駅までの区間で比較します。JR 側の運賃は1340円、私鉄側は1140円です。JR 側の所要時間は56分、私鉄側は53分です。差は3分となります。5位、新宿、小田原間、対応する私鉄は、小田急です。小田急新宿から小田原駅までの区間で比較します。JR 側の運賃は2470円、私鉄側は1810円です。JR 側の所要時間は76分、私鉄側は70分です。差は6分となります。4位、上野、成田間、対応する私鉄は、京成です。京成上野から京成成田駅までの区間で比較します。 JR 側の運賃は940円、私鉄側は850円です。 JR 側の所要時間は89分、私鉄側は68分です。差は21分となります。3位、大宮、日光間、対応する私鉄は東武です。東武大宮から東武日光駅までの区間で比較します。 JR 側の運賃は2310円、私鉄側は2470円です。 JR 側の所要時間は124分、私鉄側は94分です。差は30分となります。同率1位、横浜、海老名間、対応する私鉄は、相鉄です。相鉄横浜から海老名駅までの区間で比較します。JR 側の運賃は860円、私鉄側は320円です。JR 側の所要時間は68分、私鉄側は33分です。差は35分となります。1位、JR 難波、和歌山市間、対応する私鉄は南海です。南海難波から和歌山市駅までの区間で比較します。 JR 側の運賃は1170円、私鉄側は930円です。 JR 側の所要時間は94分、私鉄側は59分です。差は35分となります。 JR と比較して私鉄の方が所要時間が長い区間のランキングです。同じく私鉄の方が所要時間が短い区間のランキングです。